大よ。大谷ダイヤ、ダイヤ川って言うんだ。大谷じゃない、さっき大谷だった。車が結構止まってる。ほら登りの山から。もう登山じゃん。あるよ。もういいね。山の中で登山道あるじゃん。ありそう。すごく邪魔。大谷っていうんだ。あ、じゃあ、大谷だっけ。あ、山。ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ。ダイヤ、さっき大谷だったんだ。雲月山。で、お店の名は普通に大谷。親のどこで聞いたの？半月山だって、半月山ってどっちだ？半月山？あれ？九華山の技。九華山の技。登るしかねえじゃねえかよ。調べとこ。あ、ちょっとこれは越してしまおうか。これ2車線？うん。2車線だったらもうアウトでしょ。これ何？もういろは坂入ったの？登りね。あ、いつの間かいろは坂なんだ。うん。あ、動物気をつけろ。間違えた。無駄におっしゃった。マジで。うん。今出てきたなって思いますよ。大丈夫？大破するこの車は。抵抗するで。この拳で。この拳で。抵抗するでどこだね。左線じゃん。それも一回いろは坂入っててちょっとびっくりする。言うて。でもこれから入るのって言ったじゃん俺。聞いてなかった。こっからだよって知らねえ、うん、はい、こっからいろは坂ですよって俺動画ピンとして行ったのに聞いとらんだから。しょうがないな、お前に興味ねえんだもんな。バーって。あ、興味ないのに聞こえちゃった。すごい能力、立派立派。というわけで、このままね、いろは坂でございますね。あ、またフォーが震えてる、かわいそうに。だろうな、今いねえし、走ってる人。うわー、逆にこれ D 車線が穴となってるね、走り合うために。まあね、こんなとこドリフトしなくていいの、置かないな。泣き時代だね。それが昼間にいるんかもね、逆に。結構いるね、ほら昼間がいなくなる。結構って1台しかいないでしょ。2台だよ、みんな大好きなんだ。巡回してるってことはやっぱ走り合いいるからだよ。ああ、なるほど。危ないよ。というわけで走り合いの皆さん、ああ、だからそこで駐車場でたむろってたのか。そう、そう。なるほどね、もっと遅い時間にならないとダメだと。この時、うん、工事のため車線規制です。どうかな、今春の交通安全集会だから遅い時間でも来るんじゃないか、警察。だから警察ってね、この時間にいるから。そう、追い越して後ろの車っていくら走ろうとしても憶測でしか言えないからダメなんだよ。だってあの、そう、並行して抜かしたところで
あなた50キロですね、プイーって聞くから、だからこれ追い抜かしたらゲームオーバーゲームですよ、気をつけましょうね。つかパトランプ回してねえんだね。うん、だからおなんか見えると思って。わざとでしょ、だからそれ。後ろの車も後ろの車でなんで入れさせてくんないなと思ったけどそれだから俺ちょっとスピード出そうかなと思ったら、んなんか違うお前の車みたいな。これは細胞がいいんだか悪いんだか俺には分からないよ、うん、これ多分いろは坂はまだ通るだろうな。まあいいや、面白いから。え、これいろは坂じゃないの？あの下り右も行くんじゃないかなって。どっかでアドバンテージ作れば、まあどっちにしてもスピード違反しなきゃいけない。ちょっとね、まあ、別にいいんだけど。でも警察の後ろついてるのが一番安全だよ。うん、変なのも来ねえし、面白いからいいや。なかなかないよ、警察といろは坂ね。警察といろは坂誰か捕まったりして横からピーって言って、ね、うん、危ない危ない。おー、よかった、セーフセーフ。アホみたいにスピード出さなくてよかった。出さないけど、抜かしてたら多分捕まってたね。捕まってたね。はい、ブーっつって、はい、じゃあね、そういうのね、お前止まったところでね、絶対一瞬ね、あの後がね、あ、カモ来たって思ってて、あ、気づかれた。なんとパトランプ消しちゃって分かんないね、警察じゃ。おい、気をつけろよ、いいけど右、いいけど、気をつけろ。右急にゆっくりなった。気をつけろよ。あれ、警察見えてないから。速そうな車来たよ。走り屋だ、走ろく、気をつけろ。おい、正警察だぞ、それ。ほら、はい、帰っとけ、帰っとけ。やべえ、警察だと。入れさせてやるから、行っとけ、行っとけ。いや、別に良くない、変に止めない。入りたかったらウインカー出してくるんですよ。入っとけよ、捕まるよ。嫌な感じ。いや、もう走行してる。あいつも走行してる。早く入っとけって。うわ、今日警察いいんじゃん。入りなさいって君。いや、別に右だっていいんでしょ、抜かさなきゃ。ダメ。だって追い越し専用だもん。あ、そうなんだ。そう。逆にここずっと走ってると、それもそれで捕まるから。果たしたろ、車の行く末を見守ろう。早く入っとけよ、立ち向け。おい、開けてやってんだぞ俺。まあ別にいいけど、入んなくても。あ、でもそろそろ片側注意になるから、うん、そうどっちだろうね。右側ずっと走るよ、捕まるぞ。多分これ追い越し車線になってきましたら、違うかな。関係なくないこれ。単に渋滞しているから2車線なだけじゃないの。うん、いいけど追い越しはないと思うけど、いろは坂だったら。そうだって渋滞してるから2車線の片側通行にしてるんじゃないの。あの一方通行か。っていうか、なんで固くなに左来んの。多分マジで捕まると思うんだけど。分かってたな、あの車。あ、違うのかな、これ。だから追い越しじゃないでしょ。追い越しじゃないのか。高速は捕まる、右ずっとしてる。だって別にここただの峠だよ。あ、まあそっか、東橋車線とかだよね、まあ、じゃあ大丈夫。関係ないでしょ、さっきも言ったけど、渋滞を緩和するために2車線にしてるだけだもん。気づいてよかったね、86点。あれも急にスピードダウンして、そう、ブーメランというか、俺も素人いないけど、俺も全然わかってる。これで初めてみんなね、運命共同体だよね。そう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 、だからみんなスピード遅くなったんだ、みたいな。あ、だから遅いんだ、こいつら全員、みたいな。今日みんな仲良し、今日はあの86絶対何や、何や、何や、あっち入ってる。おお、そっち入ってるで、早くなる。なんかやるぞ、あいつ、どうしてるんだ、つって。え、警察来たんだけどって絶対思われてる。後ろの車もそっち行くの。まあいいよ、どんだけみんな警察、早くなった。あ、逃げろ逃げろっつって。いや、でも逃げない方がいいぞ。後ろにいるってことはいくらでも捕まえられてしまうから。早くなった。逃げてった。いってらっしゃい。まあ、我らはこのまま制限速度通りかもしれない。まあ大事だと思うんだよ。おー、こうと危ねー、こんなとこで、あそこで止まると思う。危ねー、こんなとこで捕まえたくねー。危ねーな。1個目、あのワゴン抜かした後は調子に乗ってたから危なかったね。あの調子ペースにしたら、あの遠くで見た時全然分かんなかったよ、パトカーって。もう抜かした瞬間にパトランプパッてついて気づくやつ。ああ、やっちまった。86速えな。俺はそういう運転しないから。遅かったら抜かすっていうパターンだけど、ごめんねっつって、抜かさせてもらうねってやつ。そういうところでしないかな。後ろから来てる、来る、来てない、来てない。あ、でもなんか1台来てるの、登ってきてる。普通でしょ、わかんない、パトラーじゃないでしょ、わかんない、あれが何の車。まあ、
っちゃ来てるね。走り役が多いんですよ。私僕的が、あ、そこにいたの。うん、何が結構早いんじゃないの、もういないんだよ、ね、うん、早いと思う。早いけど、急にそんな油断していくと、あ、もう早いの来たり、もう一度行かせてあげましょう。みんな警察行くから気をつけてるんですか。いないんだよね、隠れてる。そうだね、でも無線、だってさっき後ろにいたじゃん。違う違う、あそこで止まってったじゃん。無線連絡していそうだよね、うん、つって、あ、そう、なんか86っぽいのを走ってるんだけど、なんか失礼だけど、ゴキブリみたいな言い方するけどさ、被害見たらあと数台いると思ったもん。先にそうで、ね、それでなんか潜んでて、横からペーって来てさ、白バイとか、白バイはいねえのか。夜はいないんじゃね、こんな山道、わかんないけど。白バイ舐めちゃらあかんねえ。いや、見たことないけど。まあね、まあ、いなさそうだけど。早いのいた気がしたけど、シレット警察も50キロぐらい出してたのは見なかったことにしていただけど、ドキッとするじゃん。まあ覆面いてもおかしくないからね。しかもトヨタナンバーで、島でわかんない、地方によって違うからさ。皆さん裏肌が行くんでしょうけど、気をつけてね、事故らないと。事故るにだけは本当に情けないから、警察に捕まるのもまあ情けないといえば仕方ないというか、ダメなんだけど。ドリフトギャンギャンやるんじゃねえかな。私はもう本当にゆっくりかっこいい降りてくる。楽しみですね。なんかそのまま行きそうだよね。いろはとか終わったら行かないとかの発砲に発砲とか出ちゃうね。もみじラインとか。半月山、気になるね。半月山だ、近道。気になるな、その山。うん、どこにあるの。よいしょ。急に住宅に行ったのかな。この赤はホテルか。早い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 の走ってったのよ。この正面にそう南泰山があった気がする。これ行けるんだよ、こっちだ。止まってから行けるんだよ。止まりましょう。ずすり行こう。確かここの正面、南泰山があったはず。いないよね、さっきみたいな。好きです、好きです。え、南泰山だ正面に。もう夜だから全然見えないけど。ほうほう。まあいいや、ここ全然なんで。100名さん取り直すか。どっちこれ、道わかんねえ。こっちでいいのかな、マジでわかんねえ。左の方がいい、左の方がいいか、これ。ちょっとわかんねえ。線が消えかかってきた。ようこそ栃木。栃木ですよ。
千万十。ピュピュ。これはこっち？わかんねえな。華厳の滝です。華厳の滝ですね。だから何も見えないけどね。山中に乗ってきてきた。ここからいろは坂下りでございます。じゃあ、ここかと言いますか。